はい、ということで今日はマイクラの村でかくれんぼをしていきたいと思います。やった、かくれんぼ大好き。でも、今日は普通のかくれんぼじゃなくてね、ドッキリかくれんぼをしたいと思います。ドッキリかくれんぼ、うん、はあ、なんだそれ。いつもと違う部分は、隠れる側が一個だけドッキリを設置することができるの、はあ、それでそのドッキリに引っかかったら鬼が負けになる。なるほど、隠れる側鬼にドッキリを仕掛けることができて、鬼はドッキリを見抜きつつ見つければいいんだ。そうそう、面白そう。待って、対決ということは、うん、景品が必要よね。景品は私が決める。キャラメルでいきましょう。キャラメル1箱。キャラメル、まあいいよ、じゃあ勝った方がキャラメルをもらえるってことで。じゃあ今日は僕が先に鬼やるよ。隠れて行きましょう。じゃあドッキリかくれんぼやっていきましょう。行きましょう。じゃあ隠れよう。あの家いいね。せっかくだからこの井戸を使ってドッキリを仕掛けようかな。ここに、うん、いい音になる鐘を置いて、ここにコマンドブロックのドッキリを置いて、この鐘を鳴らしたらマイキーにね、ドッキリが作動するような仕組みにしておいたから楽しみだな。じゃあ僕はこの家に隠れようかな。ここにしようかな。もういいよ。いい、うん、どこだ。ヒントは、ヒント、ヒントは、ヒント、うん、もう、うん、そうだね、まあ山の上とかじゃなくて、うん、普通に平地の低いところにいるかな。高台にはいないかな。高台にないってことは高台か。じゃあこの家にはいないのか。ここに低い家だ。いやマキ違って、まあまあそ、まあ低い家で合ってるんだけど、本当に低い家にいる。そうだそうだそうだマキ、まあヒントをあげるとすると、近くに井戸があるよ。井戸の近く、あ、井戸ある、井戸だ、井戸、井戸あるよ、井戸がある、井戸だ、井戸の近く、あ、わかった、わかった、井戸の中でしょ。うんうん、あえて井戸の近くって言って井戸の中に隠れる。お見事だけど、僕のね敏感なセンサーで気づいちゃった、考えなくてごめんね。絶対この井戸の中でしょ。いやいやいやマキ、井戸の中にはいないよ。いやいいからそういうの。3、2、1。ほら、ほらほら、あれ、いないや。だから井戸の中にいないって言ってるじゃんマイキー。うーん、ん、けどベルがある。なんだこれ、おいおいおい、うわー、何が、何が、おい、ベル、ベル、ベル、ん、なんか変な音した。出れないんだけど。お、マイキー、やっほー、出して、出して。そっか、そこ出れないのか。はい、はしごあげる。これで出てきてよマイキー。全部下落ちてっちゃった。頑張って、泳げカメ、泳げ、おお、はい、オッケー。まあ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 、マイキー引っかかったね。何が起きたの、何が起きたんだ。これね、ベルを鳴らすとピストンが出てきて落とされちゃうドッキリなんだ。ベルを鳴らすとピストンが出てきて落とされる、そんなわけないじゃん。何を言うとるんだね。え、そんなわけあるよ。ちょっと後ろ気にしながらちょっと鳴らしてみますか。じゃあ、ドッキリじゃん。けどまずい、このままだと僕の負けじゃん。しかも今日の景品は特に大好物のキャラメルだから負けたくないんだよ。まあまあまあマキ、次やろう。僕が次は鬼だからマキが隠れる番ね。絶対に負けない勝負、いざ参らん。なんでノロノロ走ってんの。油断させるのさ。よし、マキー、そろそろ隠れた？隠れた。ドゥズー。よし、行きますかね。マイキー、どこだろうなぁ。あ、村で一番低いところにいますよ、僕は。村で一番低いところ。ってことは高いところか。遠ざかってるよ、全員。どんどん遠ざかってる。僕、そっちにいないから、あっち探しなよ。じゃあ、こっちでいいのか。マイキー、ここら辺だなぁ。なんでわかんの？あ、あ、いないよ。うん、マイキー、見つけてるから。しようっと、よしよしよし、ドアでも開けようかな。あ、待って、何、家の扉は開けたらダッシュして入ってきてね。気をつけてね、ダッシュしないと危ないからね。うんうん、ダッシュ、開けたら、うん、気をつけてダッシュしないと。ああ、なるほど。マイキー、ドッキリここに仕掛けてたのか。マイキー残念。なんで、よしよし、
よし、じゃあこれで、マイキー、ドッキリは1個までだから、僕これでマイキーのドッキリはもう全部見破ったことになるかな。その家にいるかまだわからなくない？わかるよ。じゃあもう、階段登ってマイキーをタッチしたら終わりだね。よし、じゃあ行こうっと。あー、見つかっちゃったか。あー、見つかっちゃった。惜しかったね。なんでマイキードッキリ2個も仕掛けてるの？え ?1 個までっていうルールだけど。いや、仕掛けてないっすけど。え、じゃあ何この感圧板と下にあるものは。え、いや、仕掛けてないっすけど、すけど、すけど。あ、あねえ、そう、ちょっと。まずい、ねえ、ちょっと。わは、わは。ああ。次、マイキーが鬼なんですけれどもね。さっき、ルールはドッキリは一人一つずつってことだったのに、マイキーが二つ仕掛けてきました。なので、僕も最強のドッキリロボットハウスでね、マイキーにやり返そうと思います。今からね、最強のロボットハウス作っていきたいと思います。この家はただの家じゃなくて動くんです。さらに最強の攻撃武器も備わっているんですよね。この家でマイキーのこと驚かせちゃおうかな。どこだ？あ、マイキーだ。どこだろう？マイキー、左左左、そこ左だよ。左って言うってことは右だ。マイキー、そっちじゃないってマイキー。後ろ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 向いてよ。だって左って言ったら絶対右だし、後ろって言ったらじゃあこの家だ。だからマイキー、じゃ前。前見たらいいの？うん、あ、いた。やっほー。え、待って、でもこの家、うん、そんなとこに隠れてたら余裕だよ。僕すぐタッチしちゃうけどいいの？うん、タッチしちゃおうかな。じゃあいいよ、やってみねよマイキー。よし、じゃあタッチしちゃおうかな。うー、そう簡単にはいかないんだな。うわ、え、なんだよ。けど立っただけでしょ。あ、歩いた。すごいでしょう。え、どうなってんの。けど歩くだけじゃん。図だよ。図ではないかな。全然驚いてないっすけど。残念ながら歩くだけじゃないんだよね。何言ってんの、どうしたの。すごいでしょう。これは僕の勝ちかな。これは負けを認めるよ。まだ待って、ダメだよ。この家は強すぎるよ。この家使うのは禁止にしようよ。え？だってこんなすごい家じゃ勝負にならないもん。だからもうこの家は絶対に使用禁止で行こうよ。だから早速、次はもう一回戦士隠れてよ。今僕3連敗だし、もう一回僕に鬼やらせて。骨はなしでね。僕鬼やるよ次ね。うん、わかったわかった。え、じゃあ僕がもう一回隠れればいいの？え、で、この家を使っちゃいけないの僕。絶対使っちゃダメだよ、これは。ダメだよ、この家は。わかった。まあ、そこまで言うならわかったけど。マイキーも使わないでね、じゃあ。使わない。僕、次鬼やらせてもらうけど、絶対に使わない。じゃあ、隠れていいよ、僕鬼やるから。ここら辺で数えよう。分かった。じゃあマイキー、3分ね、3分。次勝った方が勝ちね。うん。なんか怪しいな。なんかマイキー、とっても怪しかったですね。きっとマイキー、この家をね、使っちゃうと思うんだよね。絶対に使っちゃダメとか言っておいて。だからこの家にドッキリを仕掛けておこうかな。ルールにのっとって1個だけね。ここら辺にしようかな。ここにコマンドブロックを仕掛けて、感圧板を敷くでしょ。うん、マイキーがね、この家を使おうとしてね、この感圧板を踏んだ瞬間に大量の TNT が上から降ってきて、この家ごとマイキーがね、爆破されてしまうっていうドッキリをね、仕掛けていきたいと思います。マイキー、僕もう隠れたよ。隠れた。うん、オッケー。ちゃんとしっかり隠れてね。正々堂々、正々堂々戦わなきゃね。で、マイキー、僕のこと探してる今、ちゃんと。探してるよ。でもね、ものすごい探し方発見しちゃったんだ。え、もしかしてだけど、動く家使おうとしてないよね。してないっすけど？してないっすけど？マイキーさ、さっき、その動く家使わないって言ってたよね。その動く家っての何言ってるか分かんないけど、使わないっすよ。動く家に乗って TNT を発射して全員一のことをあぶり出そうなんてこと考えてないっすよ。とにかくだけど、動く家に入らないことをおすすめするよ。今入らない方がいいって言った？入らないでって言うと入りたくなるんだけども、入るわけないじゃないですか。リンス、はい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 、
あ？なんか嫌な予感。え？嘘！なんで？やほー！あ！うん。ってことで、バイバイ。